こんにちは、まゆみです。今日は譜面台を取って弾いてみました。譜面台ね、はい。そうするとピアノの内部というのはこういうふうに見えます。弾いている時というのはね、こういう景色になるんですね。ですのでやっぱり譜面台があるとないとではだいぶ違います。弾くとどのように鍵盤が鳴るかちょっとやってみますね。こんな感じになります。先日調律したばっかりなんですけれども、まあ、やっぱりこの部屋は実はね、和室を、まあ、ちょっと家庭の事情で和室をピアノの部屋に改造しましたので、まあ、響きもね、あとこれ G5 という、昨日もお話ししましたけれども、40年経った楽器を、何度も何度もお金と時間をかけてメンテナンスしていますので、やはりホールでスタインウェイで弾いた時のようにはならないんですよね。で、昨日後輩からね、ちょっと演奏が硬いとか音の色合いが足りないとか正確さを重視していると言われたので、ちょっと今日試してはみたんですけれども、今日ちょっとスマホのトラブルなどがあって、まあ、なかなか一人で撮って喋って弾いてっていうのをやってますとね、やっぱりなかなかね演奏に集中できません。今度ねホールでしっかりした響きでいいピアノで撮った映像をそのうちね載せたいと思います。よろしくお願いします。それでは今日もピアノの内部を撮りながら高校の指導について考えていることをもう少しお話しします。よろしくお願いします。昨日もお話ししました通り、私は中間定時制というところを指導したことが非常に私の人生の中で大きいことだったんですね。で、もう一つ YouTube を始めた大きな理由の一つに、今の若い子はテレビを見ないということです。そうですね、10年ぐらい前、私は11年前に教壇に復帰したんですけれども、私が大学を卒業したばっかりの頃というのは必ず全員が歌える曲、流行っている曲というのが存在しました。そうですね、私今でも忘れられないんですけれども、大学卒業して初めて教えた学校だったかな。そこで教えた時、まあ、女子の多い商業科で教えたことがあるんですけれども、そこの子たちがね、私の伴奏でも喜んで渡辺美里さんという人のマイレボリューションという曲をね、喜んで歌ってたのをよく覚えているんです。で、その必ず全員が知ってる流行っている歌というのが必ず存在しました。ところが今はね、それがないんです。理由は今の若い子はテレビを見ないからです。でね、本当に数年前のアナ雪ですね、アナ雪がもう最後だったかな。全員が知ってる歌、あとはドラえもんの歌かな、ひまわりの約束ですか、あの曲はみんな知ってますけれども、あとはもうみんな自分でね、一人一台スマホを持っていますので、趣味が本当に多様になりまして、全員が知ってる曲っていうのがね、ないんです。で、本当にテレビを今の子は見ていませんので、テレビの話をしても全く話が通じないんです。それで、勉強以外の時間何をしているの？と聞いたら、やっぱりゲーム、ツイッター、そして YouTube という答えが返ってきたんです。それで、若い子にね、影響を与えるためには、やっぱり若い子たちが今興味を持っているツールにこちらから寄り添っていかないと、その自分がね、いくらこんなにいいことがあるとか、こういうことを伝えたいとか言ってましても、ずっと自分がアナログな状態にいてもね、ダメなんだっていうことがよく分かったんですね。それで、まあ、こうやってね、もうやっとこう私原稿なしの1回撮りで撮ってますので、それ以上のその編集をするとかそういうことを考えていたら多分やれないと思ったので、こうやってアナログにやっているわけなんですけれども、そういうね理由もあったんです。ですから、まあ、このツールには非常に、ある意味やっぱり可能性を感じてるんですよね。なので、YouTube をやってみようと思ったわけです。あとは何度も申しますが、復習に使ってほしい、それから一般の方々にね、楽譜読めるようになりたいなとか、
クラシックの話を聞いてみたいなとか、音楽の話を聞いてみたいなとか、なんか面白そうだから聞いてみたいなというふうに思っていただけたらすごく嬉しいんですよね。そういうね、お話をこれからもしてまいりますので、どうぞ楽しみに次回の投稿をお待ちいただいて、引き続きご視聴いただきまして、チャンネル登録と高評価、そしてご感想などをいただけますとすごく嬉しいです。あとご要望などもありましたらお待ちしております。ありがとうございました。まゆみでした。